はいどうもスペースサグです。今回はソフコン第5回目ということで行ってきました。それでは VTR スタート。まず最初はこちらです。こういったグッズもあったんですけど、こちらこのカスタムペイントのこの3つすごいですよね。ポストされてたのを見たのですごく気になってました。で、他の販売アイテムとしてはこちらの2つで、バグとしてこちらも販売されるということです。6月ということです。裏はちゃんとあの蓋出してます。あ、こういう風にしたので、その餅の焼けてるこの裂けた感じが最高ですね。あのイラスト描いたとこが見てたんで。ああ、そうなんですね。あのラフのそれがまさかここまで行くとは思ったんですごい、めっちゃ可愛い。そうですね、予想以上の評判なんで僕自分でびっくりだった。こんな思ってへんかったと。こんなに売れると思わなかった。ちょっと本来ちょっと数もちょっと持って試しだったんで。可愛いです。めっちゃ可愛いですね。ねえ。サクさん。はい、そうです。サクさん。カプセルトイレ、これで触っても大丈夫。大丈夫、はい、やっぱり足の裏ロゴしたくなりますよね。ロゴ入れてるんです。今自分のもやっててロゴやってもらってるんですけど、今原型まで作られてる。はいはい、これめちゃくちゃかっこいい。これまだ残ってるの？まだあるんですか？もう売り切れ、ソールドアウト。そうか、売り切れ。めちゃくちゃないですよね。欲しかったんですよ。もっと持ってきてほしかった。めちゃくちゃチェックしてて、誰もこれ知られんといてくれと思ったから。行くかなと思ったけど、やっぱりないですよね。めちゃめちゃ周り評判良かったです。
僕の周りめっちゃ、あー、ありがたい。次回も来られます？台湾、香港来た、はい、イラストレーター、もっと持ってくれ。わかりました。感じることって何かしてるかなって気になって、はい、どうしても見たくなるんですよ。あげていただきの、はい、条件なので、はい、ソフビの方ってどれくらいで考えたの？ソフビはちょっとまだなんですけど、一回 OK になって、はい、ダメになっちゃったんですよ。はいはい、はもう原型に型はつけたいなとは思ってて、はい、自分の中で、はいはい、なんでまあどうなんでしょう、今年中に出るか出ないかじゃないですかね。なんか僕もだいぶ時間かかってますけど、かかればかかるほどなんかいろいろ値段がありますよね。
ちゃいいですね。これ何かなと思ったら売り切れてるんですよ。そうなんです、大きな原価があったんですが、これが1万5000円と思ったけど勘違いしてごめんなさい。この額縁がこの叩きあるものが有能ではないんですが、めっちゃ大きいやつだったんですね。そう、かなり大きい、これぐらいのサイズだったんですよ。はいはい、ボビーラブ坊やのこのいろんなカラーバージョンがどん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 増えてましたね。で、女の子のバージョン、そしてマスターフーゴ、こちらも販売されてました。ササももっと頑張らなきゃいけないなって、こちらのソフビを目させていただいて思ってました。チャレンジした。もう1個ね、当たり出たんですよ。2個用意してて、当たりはね、こんな感じで。あ、ちゃんと書いてる。はい。で、もうこの並びが確実とかじゃなくてランダムに入れてるんで、僕が何書いたのか覚えてない。すいません。当たり。当たりが出たらこれいただける。写真撮って。ありがとうございます。はい。こちらスタジオ24さん、スタジオ24さんのソフビとスタジオ24さんのところで、委託販売されているものもありました。やっぱり24さんのところといえばこの塗装もすごく凝ってますよね。アピールしてください。はい、ソフビ持ち合います。はい、持ちます。ちょっと待ってくださいね。はい、これが一番おすすめですか。これ一番おすすめです。かわいい、でかい、はい、嬉しい、かわいい。ありがとうございます。はい、
です。これがポストされてたのが地区ポイントなんですか。あ、そうですね、今回新しく作ったキーホルダー、ちょっとなくなっちゃったお色の子もあるんですけど、はい、はちみつの方のアクキーとはちふびカラーとお揃いで一応出しました、はい、今回は。ありがとうございます。めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。私も後々知ったんですけど、はちみつポット、これ実は地区ポだったらしくて、はい自分でびっくりしました。あ、光ってるって思って。あれ、ご自身で蓄光してくださいって。パーツとしてチョコ普通に購入したんですけど、はい、その時は蓄光とか説明全然なくて、デザインで選んだんですけど、はい、普通に部屋にいてたまたま電気パチッとしたら光ってて、あれと思って。これいいじゃん。そうなんですよ。あ、光るんだって。何にも説明なかったから。いいですね。ちょっとびっくりしました。早かったですね。なんか僕の視聴者さんもこちらのドラポリゴン欲しいって言ってたんで、はいはいはい、そうだったんですね、はい、
これって何なんですか？これは無事で、昔作った、はい、これマグネットになってるんですよ。まあ、ちょっとくっつけるところが今ないんで、あれなんです。まあ、あれです、犬神家っぽくくっつく自社。まあ、デブ賞です、富士の。地中に埋まってる人みたいなね。そう、ああ、そうです。ありがとうございます。全部その、とどめがいなかった、とどめこの子だ。はい、はい。こういう感じで出ます。定期的に、ユニさんが飽きない限りは、ユニさんが大変なんで。ありがとうございます。ユニさんのところに行ったときにこう言ってもらえれば。はい、もう。知らなくないけど、今んとここれがスタンドアウンしたいみたいな言ってたけど。あ、スタンドアウンしたいです。したいのよ。だけど、今度 T ベースで
そうそう、情報解禁みたいな。犬の毛とかあったガチャのやつな。ガチャのやつ。触ってるのかい。あ、どうぞどうぞ。ぶつけたんね。結構してますね。ごめんなさい。大根あったら本当急遽出てほしかったんですよね。もう1年近い。いや、少しの活動をバンバンやってますっていう見え方が。これが前おっしゃってた、はい、そうですね、前傾で撮ったので、前回はインアクションで出したんですけど、はい、こうやって触ってもらう、もちろんですよ、はい、あ、それは短いね、ガッツで撮ってもらって大丈夫ですか、はい、もちろん、全然問題ない、そんなに弱めにしてる、こういう風にちょっとこのね、首のカッティングが特殊なので、はいはい、ちょっとだけこう、強って、まあ、なんていうか、かしげるんですね。あ、ちょっと動かす、はい、ちょっとだけこう、要するにこう、単純にこう、横軸じゃなくて、はいはい、ちょっとこう、斜め軸でいけばね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、今回こっちがね、ビリケンとのコラボレーションで限定版なんですけど、はい、これはレジンで、こういう、頑張り合ったものマグネット、そうですね、マグネット仕込んでます。本体に金額かまれる、はい、
ってマグネットなの？あ、いや、マグネットじゃなくごめんなさい乗っかってるだけこちらのブース、さすがにちょっと体力的に限界だったので、すいませんけど、撮影できず帰ってしまいました。それで、作家さんにこの写真の方を提供していただきました。今回はこういったラインナップで販売されていました。次回、ソフコンボリューム6、9月22日。開催されるので、皆様ぜひお越しください。